博多人形の母体とも言われてまして、土で形を作って焼いて、それに彩色をする、それが今宿人形ですね。九州リースサービスプレゼンツストーリー、未来に残したいふるさとの風景。今宿人形の代表的なものって言いましたら、サルメンですね。家の玄関にサルメンをかけて、悪いものが入ってこないっていう意味があるんじゃないでしょうか。今の人形と違って色彩も原色が多いし、形もなんか面白いなと思うんですよね。小さなおはじきとかにしても、小さなものの中におしゃれなデザインが入ってて、私たちにはちょっと考えれないような形もあるんですよね。今宿人形はそうですね、10年ほど前に途絶えかけたんですよね。もうやめようかっていう時に、主人も人形をやってたもんですから、2人で頑張ってるんです。中に新しいものがあるから、それを守っていきたいと思っております。私が残したい七雲の風景って言いましたら、七雲の粘土です。焼いた時に割れにくかったり、いい色にその焼き上がるっていうのがいいみたいですね。その粘土がないと人形はできませんので、一番大事なものだと思いますね。七熊にしか取れない粘土で人形を残していきたいという思いはありますね。